どうも、学習塾1945です。今回は、公立高校入試社会の対策の第3弾として、公民について話します。よろしくお願いします。とは言っても、実は公民は、地理や歴史ほど、定期テストと入試のギャップがあるわけではありません。まあ、だからといって、引き続き、この2つは別物と考えてほしいですけどね。一問一答問題集も、満点近くを目指さなければ、必須ではありませんが、使うのであれば、教科書の範囲内で、教科書の最後の索引を見ながら、勉強すればいいでしょう。ちなみに、教科書の最初の現代社会の話は、常識の話ですので、適当でいいです。人権や憲法の話から、しっかりやりましょう。まあとにかく、公民は、社会の分野の中で、最も間違いが少なく、勉強できるってことですよ。でも、一点だけ、ちょっと注意をしてもらいたいです。それは、学校で、習ってないことを言い訳にするな、ってことですね。公民は、中3の夏休みが終わったところで、学習を始める中学校が、少なくありません。だから、入試直前でないと、全部学校で習った、という状況は、できないことが多いです。そうなると、社会の過去問演習の対策が、遅れてしまって、本番を迎えることになります。この状況が、とても良くないんですよ。だから、そういう言い訳をしないで、予習で、早め早めの学習をしてほしいです。入試は、地理、歴史、公民が3分の1ずつ、バランスよく出ます。まあ、最後の過去問演習は、最後だけじゃなくて、最初にもやってほしいんですけどね。これは実は、他の勉強でもそうなのですが、過去問を解くことは、最後だけじゃなくて、最初にもやってほしいことなんです。過去問演習は、最後にするというのを、最後だけすればいいと勘違いする人が、非常に多いですが、志望する学校の入試の過去問は、最後だけじゃなくて、最初にもやるのが理想です。入試本番も、大体過去問みたいな問題が出るでしょうから、まずどこまで勉強すればいいかのゴールを知ることが大切なんです。塾や家庭教師の先生があなたの勉強を見てくれる場合は、先生がゴールを知っているから、最初の過去問演習は必須ではないですが、特に一人で勉強する場合は、必要だと思います。じゃないと、無駄な勉強ばかりやることになります。独学なのに最初にやってない、という人は、今、志望する学校の入試の過去問を、最近3年分くらい解くといいでしょう。まあ、とは言っても、これはあくまでも、ゴールを知るための過去問演習なので、直接点数が上がる、学力が上がる演習ではありません。何も知らない状態から、とにかく過去問を、解きまくれというのも、苦しいでしょう。だから、学習塾1945では、公民の基礎学習動画と、予習動画を用意しました。これを見れば、ゴール地点の半分くらいはいけるようになります。不足することはあっても、無駄な勉強は、なるべく排除しました。まずは、過去問を解いてみて、入試のゴールを知る。次に、公民の基礎動画を見る。その次に、予習動画もすべて見る。で、この後に、不足している部分を補うために、他県の過去問や、学校の授業を活用する。こうやって学力を上げていくことを、おすすめします。他県の過去問も、学習塾1945で、何本も動画を用意しているので、チャンネル登録をして、そちらも見てみてください。案内は、動画説明欄にもあります。社会は、基本、他の教科の間の隙間時間にやる感じでいいですが、毎日毎日、数分数分、何度も何度も動画を見るといいでしょう。ということで、話は以上です。最後まで聞いてくれて、ありがとうございました。